皆さんどうもこんにちは、霊夢とマリサだぜ。今回はミーツにある鉄道資料館を紹介しようと思います。おーミーツか。ミーツといえば鉄道の街で有名だぜ。マリサの言う通り、ミーツは鉄道の街で、街中に電車のシャッターアートがあったり、マンホールがあったりするわね。話に戻ってここ、ミーツ鉄道資料館は新潟県新潟市八幡区にある鉄道資料館だよ。中に入る前に外に置いてあるのを紹介しましょう。これは昔の新津駅の駅名表です。あとはここら辺にこんな感じのおもちゃがいくつか飾ってあります。入場券を買って中に入ると、えい、ちょっと待って、何？料金はいくらなんだ？下に書いてある通りだよ。だけど土日祝日は小中学生は無料だよ。さあ中に入りましょう。中に入ると SL が走っている映像が出迎えてくれます。まず右に行くと新潟の鉄道の歴史がわかります。ここにはこんな感じで1号ゲージ2体のが走っています。次は入り口から見てまっすぐにある鉄道の技術と新潟ニーツに行きましょう。